Uber Eats で稼いで人生を楽しもう。休もうと思ってたけど行こうかな。雨装備にしたし、完全雨装備で最低10件はやりたいからな今日もな。疲れてるけど行くか。あ、雨稼働だ。しゃあね、まあだいぶ小雨だけどね今。なんかね、休みたい気持ちと体疲れてるから、それとやっぱ今日は10件ぐらいはやっときたいって気持ちとの戦いで、まあ小雨だし、一応予報だと昼過ぎぐらいまでかな降る予報が、ってことでやろうと思いました。で今9時半ぐらいでスターバックスなったんで行きます。今日はブーストなしですね。一切ブーストなし。雨クエもやっぱ出ないんだね。つまらない。クエストは、昨日15を終わらしてるんで、あと30か40、そんな感じです。今1件終わったけど暑いね。激アツ、激アツっていうか暑い。カッパ暑いな。やっぱ脱ぎてけど、まあ降ってきちゃってるしな。連続でもうなってくんねえかな。まさか雨で稼働するとはね。雨の日稼働したくなかったな。クエストに翻弄されちゃうね。全然ならねえじゃん。雨で注文制限かかっちゃって配達員全然いねえから。てか雨もほとんど降ってないけどね。なんだよ、もう出てきた意味ないな。本当ならねえ。9時半に出て今もう11時でまだ2軒目ならねえ。困ったもんだ。お疲れ様です。やっとの研修了。今日もね休んでたことだったんだけど、まあクエスト
トのために回数重ねたいのと、あと今夜ね、すぎて何か予定入れたいなと思って聞いてみた。このみんなの目分量とか行くことになりました。よかったよかった。なんで焼き鳥代でも稼ごうかなって。それにしてもなんかそれでもダメか。結構ねちゃんとした雨降っちゃうと配達員出てこなくて。全然注文取らなくなっちゃうんだけどね、 AI がこれぐらいだったら問題ないかなと思ったけど、明らかに注文数が少ないね。なんか制限かけちゃって、いっぱいならねえかな。夕方から焼き鳥屋に飲みに行くことにしてるから、同級生と稼ぎたいね。まあ飲みながら保険の話や老後の話やそういう話するんだけどね、もう俺ぐらいの年になると。ちょうど今地下道にいる時にローソンだったから、まあこれくぐって行ってきます。この前ね旗町に飛ばされて怖かったけど、まあ名前が違うから多分大丈夫でしょう。お疲れ様です。ウーバーイーツです。はい、大丈夫ですよ。お疲れ様です。ウーバーイーツです。お疲れ様です。ウーバーイーツです。すごい人だ。しかもね、ウーバーの完成した料理がめっちゃ溜まってたカウンターに。そして俺は今マックに取りに行ったんだけど、マック受け取った瞬間にすぐまた8日どうなったから多分ケンタッキーだと思う。お疲れ様です。ウーバーイーツです。
れ様です。ウーバーイーツです。順調に術って雨で多分制限で近距離ドロップばっかだから楽だわ。あっという間に8軒まで行った。最低あと2軒やれりゃいいけどな。このままだったらもうちょっと続けちゃってもいいね。明日もなんか雨予報に変わってんだよね、困ったことに。お疲れ様です。ウーバーイーツです。今バーガーキングのダブルで1個はちゃんと用意してくれたんだけど、もう1個は飲み物だけしか渡してこないから、ちゃんと笑顔で言ったぜ、これ飲み物だけじゃないんじゃないってちゃんと言ったよ。怒らないで。まあ怒る必要もねえか、そんなことなんて。まあ無事ちゃんとこれで渡せますね。肉野菜そば。はい。肉野菜そばです。肉野菜そば。はい。680円であのポテンシャルはすごいな。最近のラーメン屋さんよりももう全然好きだわ。昔ながらの中華料理屋さんってうめえ。ああ大満足。コーヒー買ってコーヒー飲むか。ダメだ、ここはいいのがない。あの販売機に行くか。可能性がある限り俺は挑戦する。なんで今1時40分ぐらい。もう10件終わったからね、今日は帰ってもいいんだけどやろっかな、暇だし。あと 1,2 時間、まあ、鳴るようだったらやって。近距離ピックばっか取ろう。
なんなかったら帰ろう。お疲れ様です。ウーバーイーツです。お疲れ様です。Uber Eatsで。Uberです。はい。まあ、配達員の方で。動画見ててくれる方、声かけてくれて、テリーマンさんですかって握手して嬉しかったけど、俺のねカバンが臭くてね、汗で、で雨降ってきて匂いが出てきててね、申し訳なかった。汗臭いテリーマンって思われちゃう。いっぱいファブリーズしとかねえと。雨の日とかはダメだね。匂いが出てきちゃうよ。首周りがね、このカバンのこの内側ね、もうすげえ汗吸い込んでるからね。みんなどうしてんだろう。なんとかなんねえのかな、これ。なんか対処法あったら教えてください。俺はもう天日干しとファブリーズしか方法がわかんない。3時になったので帰ろう。家の近くまで来たしね。14件5997円。いやー、人なしは単価低いね。昨日の 1.2 に比べたらこの時点で1000円以上違うね。さあ今から帰って風呂入ってちょっと動画編集して飲みに行こう。稲毛海岸の焼き鳥屋さんにね、まあ俺は常連じゃないんだけど、昔何回か行ったことあって、そこのレバーがうまかったから食べに行きます。お座り、お座り、おで、はい、お座っしょ。
25。そうなんだ。もう関係ないんだ。だよね。大宅寝てる人がやってる。うーん。他大宅で3日もだから。いいよね。まず大宅できないと。行かなきゃいけない。やでしょ、電車通ってるから、ね、でも、ただフレックスでいいか、こうやって今日も早く行くけど、もう先に過ぎの電車だから、そんなことない。その電車が嫌で、もう やめようと思ったの、東京会話の。どういや、成り立つ、うん、え、今、朝だけでしょ。今日も行かよ、すんげー疲れる、で、しかもチャリ乗るんですよ。早くバイク、電動じゃないの。いや、一回バイクでやったんだけど、バイク壊れて。そこまでは話聞いてたじゃん。すんげー疲れるけど、まあそれが逆に面白いもん。こんなことやってんのは。だから焼けてんの。あ、そうそうそう、すごい焼けてる。ちょっとでも辛くもないよ、これじゃ。これぐらいくだらないことをやり続ける。これからカバーだからダメ。そうだ。いいよ、体まだまだ動くよ。こんな、なんか生だな。あと味がしない。もうつければね。これごま油とニンニクだと味がしない。これやから、キャッカーごめん、こっちも。あ、キャベツか。これね、違う、俺こういうことだと思う。でも結構。違う、昔さ、聞いて、昔レバ刺しって食べてた。私はレバ刺しな、あんまり。レバ刺しってね。だから体悪くなっちゃうのよ。関係ないよ。いや、あるよ。レバ食べた方がいいんだよ、体に多分。でも何だったの？レバ刺しってごま油と塩で食べるのが一番うまかった。そうだよ、レバ刺しといえば。耳が乗っかんないな。あ、うまい、これ。でも前から感情ちょっと悪いって言ってたじゃん。引っかかるとは言ってたけどさ。でも平気だったとか言ってたよね、その時。これテント買った。あれでも五なんだテント。うん。これはもう使えない。十万円はやだってさ。十万円はやびのさ、何？毎月の給料が安いのにやだ。すごい。くるくる回しちゃう。カキ。まあしょうがない。え、これいらないの？食べた方がいい。こちらは二個ずつで。俺岩垣の方が好きだけど。岩垣。